そしてそこに道がありそうだ。ふぅ、なんかなかなか普通のゲームではやんないようなアクションで面白いね。ここは一体何なんだって、うまく繋がってる風に見せてますけども、こっから別日収録です。はい、コンカーズバッドファーデイパート3やっていくんですが、続けていいのか。いや、前回やばすぎたって。あれはやっぱり編集しててやっぱドンビーたもん。あのなんかそのね、ぶら下がってるだけのフランキーくんに、あの受粉をしたいそのハチさんにやべえなーと思ってまして、で俺ね、パート1パート2あげまして、皆さんのねコメントを大体見た後で撮ってるんだけど、そもそもこのコンカーズバッドファーで最初のオープニング、あれは時計仕掛けのオレンジのパロディらしいね。いや、恥ずかしながらかなりの名作とは知りながら見たことないんすよ。見てみたいなとは思ってるんだけど、まだ見てませんでした。そして前回のあのバフンさんじゃなくて、あの星草、あのボスはターミネーターのオマージュだったみたいだね。恥ずかしながらターミネーターもしっかり見たことありません。映画は好きなんだけどね、なんかすげえ有名な映画ってさ、いつか見ようと思いながらなんか放置しちゃってない？その現象です。はい、続きやっていきましょう。君は最初の方で今回にあの吐砂物をぶっかけられたあのかわいそうなおじさん、おじさんそれ何持ってんの？なんかお経でも読んでるような。どうした？お話できないの？いや、なんかバイオレンスの発想になってきちゃうんだけどさ、持っちゃうよね。まあ、とりあえずぶん殴ってみちゃうよね。え？どういうリアクション？で、こっちなんか繋がってんのか？そっちにはいけない。なんだろう？もしかしてなんだ？乗るのか？これ。なんかそんな感じする。ああ、そうだ！ありがとう！なるほど！ジャンプ台なのか？いた！おじいさん上げすぎ！あ、ありがとう。それを見越してのこのチョコレート。優しいんだか優しくないんだかわかんないわ。で、ゲンナモちゃんだ。ふぅ、そうね、あのバフンさんじゃなくて星草さんを倒したご褒美、おらっこだぞ、クレジャンシー。何か言ったか？さ、俺のポケットに入りな。ミリオネアになりたいか？もちろんさ。いや、ほんと続けていいのかな、このゲーム。前回であんなんだよ、マジ怖えんだって。はい、じゃあ、待って待って、あの、まだ回復できるんだればしておこう。そう、結構この回復の半重力チョコは潤沢に出てくるんで、これは積極的に取っていきましょう。そう、コンカー君さ、ヤワなのよ。はん？あー、そっかそっか。あ、水が抜けたんだ、あれで。はい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 。これね、このギミックはもう分かってる。そこの水が抜けたんで、俺は、ん？ここ登っていいのか？あ、こっから登るもんなのか？俺前回さ、無理やり、ここの屋根から無理やりさ、このはしご登ってたじゃん。本来はこの順番なんだ。なるほどね。まあ一応このコンカーズバッドファーでひどいゲームだけど、この進行的にはちゃんと親切に作っているのか。いや、まだわかんない、断定できない。はい、チョコ食べまして、あれ、あ、もういいのか。あ、オッケーオッケー、6つ振るね。じゃあ登っていこう。いたー！ええー、待って、死んじゃって、あ、死んだ。優しくない、このゲームはやっぱり優しくない。あー、でこっからね。はい、あのハチどうしたらいいの？だってこのはしご登ってる最中って装備できないでしょ。うん、殴ったりもできない。ここらへん危ない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 。だからあいつが通り過ぎたら登るんだ。ふう、そういうことね。あのマシンガン持ってきて、あのミツバチさんかわかんないけど、あのドギついメイクのハチさん、待って、まだいる。あ、今いける。おっかねおっかね、もうワンミスで死んじゃうんだもんな。めっちゃハードコアなゲーム。よし、オッケー。でも容量わかってる。このチョコの軌道に沿って進んで、そっち行く。で、リンとなったら、はい、状況対応ボタン B を押して変身して、そして下を突き破る。ん？あれ？壊せるんじゃないの？どういうこと？ガイーンとやって終わり？てっきり下が抜けるのかと思った。ちなみにこの B ボタンっていうのは、あ、まあそっかそっか、この遥か上空で、反応する状況対応ボタンと。で、何？
どっか空いたよな。空いた場所探しに行こう。ありました、ここだね。なんか奥にゾンビ、そう、あのゾンビっぽい人が見えてる、この鉄格子がオープンして、え、怖くね、ちょっと、え、マジ怖くね、ホラーゲームじゃないよなこれ別に。グキャー、ゾンビじゃん、一応装備ルシール、いやもうまさにウォーキングデッドじゃん。アイムニーガン、アイムニーガン、怖い、グッボーイ、ああ許してくれ、グッボーイ、グッボーイ、おお、いいよいいよ、ホワイトボーヤ、トラシつけた、あーごめんなさいね。そしてこれは1アップの尻尾、なんか尻尾っていうのもさ、またブラックだよな、うん、やだわ。そしてまだウォーカーがいる、あ、ゲンナマちゃんだ、いた、しっかり強え。これさ、もう連打じゃダメなのかな、もう基本的に、え、ダメだね、基本的にずっとヒット&アウェイ、これが、あ、怖い、メインのゲーマーだな、わかった、はい、おし、いやー、痛い、やだ、やばいって、マジですぐ死ぬ、いや、単純に俺が下手ー、ふう、ゲンナマちゃん、うん、オッケーオッケー、無事、またバカが来た、通れよ煽ってくんな、よし、これ何でも買ってやるぜ、ゴールドカードは目の前だ、まだいんのよ、ウォーカー、はい、また青なお、バイター、はい、他にもいっぱいいろんなやり方あったけど忘れました。あ、これ全部ウォーキングデッドの話です。ちなみにウォーキングデッドファイナルシーズンが配信されてから、もう最後まで見るのが寂しくてずっと放置したんだけど、最近やっと見始めました、ファイナルシーズン、今からすごく怖いです。はい、そんなことはどうでもよくて、さて、あ、待てよ、ん、ゲンナマはもうこれで$5005つ取ったんだよね、多分このゲームって、まあ、バンカズみたいにこの1個のワールドというかステージっていう感じで分かれてると思うんだけど、まあ多分ね、その1ステージにつきこのゲンナマちゃんは何個隠れてるというか何個あるんだろうね。このステージであと気になる場所ってもうなくない？もう全部見たよね。戻ってもいいんじゃないか。そう、これはさ、確か道がさ分かれてたじゃん、2つに、そのもう1個の方に行くんじゃね。はい、こっから出まして、その反対側、そっち側に行くんじゃないか。で、待って、あのね、これ編集しててちょっと思ったのが、ミミズさんがさいた場所があるじゃん、あそこ気になるのと、この川さ、これ下っていけんじゃない。あ、結構流れ早い、取って、うん、回復していこう。ここ全然ちゃんと、うん、探索できてないなと思ってたから行きたいと思ったんだよ。この川はただ繋がってるだけか。オッケーオッケー。そしてそこに一応一アップルから取っていこうか。はい、スズメバチがいた方、こっちも気になってんだよね。これのさ、左、有刺鉄線かな、これがある奥いけんじゃん、なんかあんのか。いや、多分ここは後に開くとか違うステージに繋がってんのかな。オッケー、まあ、そこは一旦スルーで、あと俺が思ったのはこのスズメバチの巣、穴に入っても何もないじゃんと思ったけど、入ってない穴があるんだよな。で、この真ん中のところはなんかよくわかんない化け物が出てくるから、それは気をつけて、怖いな、こっち、はい、こっちに入る、すると、うん、同じ穴から出たかと思いきや、俺が入ったのはあっちの穴だと思うんだよ。そう、この上、てか左上、そこにも穴があるから、そこに入ってみたい。いけるかな、ちょっと待って、これ上の乗れる、乗れないか。はっはっ、いけるか、いけた。さあ、ここはなんかあんのか。え、なんもないの、ん、これは出るところはどこ、あれ、これどこだ、ん、全然違うとこ行ってない。で、そっち行けんな、ん、なんか魚いる、サメ、いや、サメは海のもの。はい、そっち行ってみよう。キープアウト、ゴーアウェイ、絶対入っちゃダメじゃん。行ってみる、死にそう、
そこ行くのかな。え、マジで。いや、そっち側に、そん、あ、待って待って、なんか壁がある、見えない壁がある、やばいか、ここやばいか。え、あれ何、君誰、友達になれる、これなんだ、ん、主観モード、それなんだ、え、全然わかんねえ。ああ、あいつか。うん、いっぱいいるあの敵が泳いでるだけ。そっちも気になるな。へえ、面白いじゃん。とりあえずこいつ倒してみる。え、なんか強そう。いや、変わんないか。おー、痛い痛い痛い。なんか行動パターン違う、狭いし。あ、強そうこいつ。ちょ、もう一回。いや、無理無理無理。いや、え、無理じゃんこんなん。近づいたらもうこいつ特攻してくるんだ。今までの奴らとはちょっと違うわけなんだな。そっち行ってみたい。うわー、無理か。いっと、あ、これ多分順番違うんじゃない。なんか奥に状況体、血がすごいな。痛い危ない、殺される、危ない、痛い、やめて、逃げろ逃げろ、危ない。状況対応ボタンあったけど無理だ、これ絶対無理だ、絶対無理だ、順番違う。えげつないって、マジか。あ、ありがとう、しがみさん。死んだら、こっからか。あとじゃあ、ミミズのところ行ってみたいのと、この、縄って、掴まれたりすんのか。無理か。無理か、今回。あ、無理だね。まあ、あの、キープアウト、ゴーアウェイには、一旦近づかないで、ミミズのとこ行ってみよう。はい、ミミズっていうのは、ここですね。ここに出てくんのよ。で、捕まったら投げ飛ばされんだよな。そう、出てくんだよね。うん。どうしよっかな。危ない。危ない。怖いな。いや、無視か、これ。うまく外側、こう。あー、怖い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 。怖い、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 怖い。頭いける？これで、上まで。いける？多いな。あー、やられちゃった、クソ。うわ、待て。下まで嫌だ、下まで嫌だ、下まで嫌だ、いたー。もう一回行きます。行くぞ。怖い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 、オッケー、お、登りきれてない、まだあった。これさ、忍び足で行ったらバレないとかそういうことなのか。どうだろう、忍び足遅う、めちゃくちゃ遅い。あ、無理だ、気づくわ。じゃあ一旦、はい、隠れてもらって、よいしょ。あー、怖い。よし、オッケー。君は誰、タル、殴る。いや、もうダメ、そういう発想ダメよね。うん、コンカーに毒されちゃいけない。俺は俺であり続ける。そう、俺はフジ。アイムフジ。アイムニーガン。違う、俺はフジ。あいつら何なんだ。こんちは。あんた何してんの。うん。金を払えば話す。いくら欲しいのさ。たくさんだ。何それ。もっと金持ってこい。とっとと失せろ。なんだこいつ。結構持ってるけどね。500ドル。え？殴るか。はい。あ、違うの？なんだ？じゃあ結局コーンまだどうしようもない場所ってこと？あ、でも上なんか行けそう？うん。バンジョーとかあったら簡単に行けるぜ。もうバンジョーの。いや、無理か。あ？うん。いや、行けないね。結局違うのか。なんだ？じゃあ、戻るか。戻るついでに、うん、ミミズさんにお願いしよう。はい、お願いします。いた、中途半端かよ。ちなみにこっち側行ったらなんかあるとか。いやー、バンジョーならここにね、あの1アップのトロフィー置いてあると思うんだよ。もうバンジョーの、はい。じゃあ結局どこにも行けなかったから戻るか。はい、ということで右に行ったらあの苗のステージ、左に行ったらなんかうんち臭いとか言ってたよね。すげー嫌な予感するんだけど、なんだ。あ、臭いか、やっぱり。うわ、くっせぇ、ガスマスコンってまだ持ってんかい。そんなもん持ってんのかよ。結構持ってんだよな、ダイナマイトとか。ガスマスクコンか、いいですね。あ、かわいい。はい、そう、ムカつくことにさ、こいつまたかわいいんだよ。うん、結構好きなんだよ、そのキャラデザは。そう、ビジュアいいんだよ、ビジュア。
で、こいつらは倒す必要ないのかな、やっぱりな。だってチョコとか出さないじゃん。あ、痛い。そう、絶対ダメ、絶対割に合わない。で、ここ何？アッパー。あ、上に行けた話か。ちなみに、あ、怖い怖い怖い。ちなみに他には何かあるか。そう、ビジュがいいから困る。コンカーは。まあ、それでなんとか中和してる感じするけどね。はい。お、そこなんかある？上に登る前にちょっと見ておきたい。え？行っていいの？このところ。なんなんだ、ここ。いや、こっち行ったらまたなんか進んじゃう気がするな。そっちよりは、嫌な音してる。いや、嫌な音がずっとしてる。上に登ろっか。ん？ロウは？下がるの、こっちは。どういうこと？うわ、なんか、あー、あれだ。テントウムシだ。そう、顔に向かって飛んでくる一番嫌なタイプの虫。はい。倒せんのかな？あー、近い。飛ばれたら無理。飛ばれたら無理。飛ばれたら無理よ。無視していいのかな？あ、これなんだお前、飛ぶの下手か。飛ぶの下手。あ、でも、倒せない。あ、関係ないんだ。ノープーボールズ。どういうこと？あ、プーボールってそういうこと？排泄物ってこと？もう考えすぎ？いやー、なんでだよ！なんでだよ！殴れないのに無効できるとおかしいだろ。それおかしいよな。まあ、避けるだけか。了解。なんかいる！でかでかなんか横いてんな。こんにちは。こんにちは。あれ？話せない。なんでもない。じゃあ失礼します。はい。なんだこいつ。うわー、でっかー。でかいでかいでかい。なんか喋ってる。なんて。はい、記念写真しとこう。まあ記念写真はこんなもんでいいか。はい。サムネになるかどうかわからん。上がってみるよ、とりあえず。なおね、テントムシは飛ぶのが下手で落ちるから、その時に、下敷きにならないように注意してね、タンシカ。オッケー。なんか喋ってんな、誰か。お前いつ落ちるんだ？お前いつ落ちるんだ？え、怖い。今か。よし。チャンス。あ、お金のマーク。うんうん。じゃあ行ってみようか。はい。せっかく登ったし。あれ？行けない。なんで？ん？え？どういうこと？この感じで行けないのはダメでしょ。いや、なんかフラグ立てが足りないのかな。あの、でっかいテントウムシのイベントか何かなのかな。うん。いや、あなたもう。はい。いや、タイムリーなことにね、俺、昨日見た夢がね、本当に悪夢で、待って待って、怖い怖い怖い、落ちてくれ、落ちてくれ、落ちてくれ、痛い。そう、すっごい嫌な夢で、友達の家に行ったら、あの、じい様、まあ、ゴキ様が、めちゃくちゃいるっていう夢見て、で、君はなんかできんのかな？そう、で、そのゴキ様が、みんなめっちゃでかいの。で、大群でいるの。で、なんでかその家の家族とかは何もしないで、なんでか俺だけがずっと殺虫スプレー持って、ずっと駆除してるって夢見た。辛かった。やめて、来ないで。怖いよ。なんか虫の嫌なとこ見せてくんな。はい。あの感じ怖いよな。下降りようかな、怖いから。はい。結局、じゃあ上はどうしようもなかった。で、このノープーボールズ。あ、これ言ったっけさ。繋がるんだ、あっち。今は到底無理だと思った場所。じゃあそっちも違うんだね。じゃあ結局やっぱり木の中か。うん。いやだいだ。はい。いや、レア車の音楽ってすごくいいものが多いけど、このコンカーに限ってはちょっと不快が強いな。うん。いや、曲としてはいいんだけど、使ってる効果音が勘弁してほしい。さあ進んでます、うん。ここもダメじゃん。うーん、すごい嫌な感じ。近づくなことだよな。とりあえず行ってみるか、バカか。近づくなってめっちゃ書いてんだろ。とりあえず行ってみるかじゃねえよ。Go away。フェックオフ。フェックオフ。あ、ファックオフじゃないんだ。はい。絶対ダメだけど。行くか。今体力少ないから、しょんぼり気味のコンカー君。行ってみますよ。なんかこの感じ、クラッシュバンディック思い出すな。いける？やばそうだな。行ってみ、バカか。大バカ。こいつ大バカ。まあとりあえず行くしかないんだろうね。はい。こう落ちない？
あ、落ちそうだ、落ちない。ここはジャンプね。絶対やばい、絶対やばい、絶対やばい。ここむずい、そこむずい。怖い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 。うわー、ちょっと待ってくれ。あ、落ちるか、やっぱり。もしかして、そりゃそうだ。で、ここどこさ。くそ、やっぱやめとこ。今を何をじゃあ。で、どこに来ちゃったのこれ。周りには何もないな。ん？え？こんなに何もないって怪しいな。上に登んのかな。あれもマジで何もないな。このキノコとか関係ないもんね。え？あ、あっちは？なんか道があるとか？ん？あ、ありそうでない。え？じゃあ、あのロープを、そうね、登っていくのかな。で、これってさっきの入り口の方か。あ、そうね、登れる。よかった。さあ、上に戻ってきました。これは、いや、戻ってるだけか。そうね、はい、うん。いや、できればあっち側に行きたかったけど、あ、待って待って。え？あー、無理か。そうね、縄は、うん、下まで届いてない。あれ、じゃあ俺どこ行くの。はい、もう一回降りてきました。で、これ反対側ね。これハイジャンプすれば、うわ、ギリ届かねえか、やっぱり。で、ここの縄は多分掴めないでしょ。そう、掴めないか。うわ、あとちょっとなんだけどな。うわ、いけそうでいけない。やらしい、レア車エッチ。ということで、引き返してきたんだけど、どこ行くんだ。待って、ここら辺ってもう少し探索できなかったっけ。上に行っても何もなかった。で、ここは入れない。そして、そこ、あ、そこ開いてんのか。うわ、邪魔なのか。いや、いける。うん、入ってみよう。あ、いけるね。あ、久しぶりに来た、お城パート。うん、もう戻っても良い頃だ、博士ね。何を見ている。あ、何も、陛下。Good. ああ、博士が来たようだな。博士、できました？ユリカ、ユリカ。あ、わかった。わかりました。わかりましたよ。ああ、陛下。きっとびっくりなさいます。問題を発見しました。いや、単純な話だべや。ご覧ください。うん、テーブルを、足が一本ないだけ。よくご覧に。詳しく、しゃいましたところ、隙間がございます。ああ、そうですね。そうだね。うん、心の話ではございません。心の隙間は多めします。違う、関係ない。テーブルの話です。ミルクをここに置くと、下に足がないので、倒れます。うん、そうね。重さの問題です。隙間のせいで倒れる。それが問題なのです。隙間が。なるほど。わかった気がするぞ。みんなバカだ。それ、解決法は？それが複雑？何がハマるか考え、いろいろ試しました。まず、象を試し、植木を試し、寝ちゃった。山ほど試して、見つけました。ぴったり合うもの。それは、げっ歯類です。え？間違いありません。げっ歯類、つまり、これです。このふわふわ生物が。ぴったりハマる。コンカーか。アカリスです。コンカーだ。アカリスがぴったり。うん。なるほど。リスか。聞いたことがある。聞いたことがある。あら、そう。それでどうする。コンカー、こんなことに使われるの。あとは簡単。リスを捕まえて、隙間にはめるだけです。そんなことのために、ミルクは無事、粘着テープもなし。お前たち。あ、はい、陛下。私の元へ連れてくるのだ、そのアカリストやらを。わかりました、陛下。みんなバカすぎてんか。このゲーム、みんなバカだ。いや、あの城にいるやつらがみんなバカだ。で、今回ここどこ。おめえ、やべえぞ。
椅子、テーブルの足されるぞ。よらっしゃい、こんにちは。ほなに？どうしたんだ？何か欲しい？ここめちゃ臭いな。俺たちはないないな。あ、ふんころばしゃの君ら。理由なんざ、なんならよ。あ、そうかい。うんこ玉？うんこ玉？ならそこの、なんだらに入んな。なんだらな、子供がいるから、うんこ、じゃあ、牛どもか、牛どもがいるから、うんこさせろ。それで玉を作ってる。使い道は自由だ。さっさと行け、行くんだ、この、なにもう。参ったな。こっちのセリフだよ！参ってんのは俺と勝者だよ。じゃあ、やんだって話だけど、でも、気になる。でも、すげえ嫌な予感する。ここで、状況対応ボタン、押します。はい。もう一回押させて。もう一回もう一回もう一回。はあ、なんだ？ああ、それか。なんかそう言われたっけさ、この下のやつとか全部あれってこと？はいの説の仏なこと？深い！助けて！ヘルプミー、こっちのセリフだ。これは捕まれるのか？捕まれる。なんかここやばいじゃないの？やっぱり。そっか、あいつらふん転がしたのか。助けて神様。なんかお金の声がする。下に降りる必要はあんのか。いや、浮いてみよう。はあ、どこ。え、その中にいんの。裏側かな。とりあえずそっち側に登って。はいはい。どこよ、どっから入んのよ。壁の中か。まあチョコはいっぱいあるけど、取りに行くの難しそうだな。え、どうしよう。一旦そこを降りるしかないのか。いや、戦闘は嫌だ、戦闘は嫌だ。だからそっちだ。一旦こっち行ってから、はい、チョコもゲットしつつの、待って待って、おお、捕まってる。オッケーオッケー、危ねえ。捕まってますね。そしてから一旦もう一回ここも下に降りて、そっち側、に来た。はい。で、チョコがあるから欲しい。はい。耐えるか危ない。よし。で、こっちと。はい。で、このロープをひたすら伝っていくと、チョコ。よし、危ない、危ない、危ない。こうね。こうして。こうね。危ねえ。で、こっちも、こうね。なんか、ドンキーコング要素、危ねえ。申し訳程度のドンキーコング要素を感じながら、ゲンナマックンは一旦スルー。ここには特に何もないのかな。よし。じゃあそっち行くんだけど、ハイジャンプからのこれでスルーしていこう。ふぅ。なんかちゃんと強い武器とか欲しいな。なんかアクションとかね。万能な和井くんが欲しいよ。